パワードバイタムラビルズ。パワードバイタムラビルズ。マスタエリナ LFB レディオ。LFB レディオ。ライフ応援委員会。皆様こんにちは、マスタエリナです。田村義之です。アシスタントの岡野優太です。パワードバイタムラビルズ。マスタエリナ LFB レディオ。ライフ応援委員会。この番組は毎回住宅からファッション、SDGs などライフに関わるゲストを迎え、タムラビルズが展開するライフファンボックス、人生を応援する住宅のようにリスナーの素敵なライフを応援する番組です。タムラさん、岡野さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。そして今週のゲストは先週に続き、株式会社クロスリバー代表取締役 CEO の越川慎二さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。越川慎二さんは国内企業を経て2005年にマイクロソフトへ入社し、執行役員などを経験。2017年にクロスリバーを設立し、全メンバーが週休3日、副業、リモートワークを実践しながら全国800社の働き方改革を支援しています。そしてこれまでの著書は22冊。トップ 5% 社員の習慣は重版19回を超え、国内外でベストセラーになっています。マスタエリナ LFB レディオライフ応援委員会。この後、越川さんの著書のテーマにもなったトップ 5% 社員の習慣についてトークをしたいと思います。オールリビング、タムラビルズグループの提供でお送りします。パワードバイタムラビルズ。マスタエリナ LFB レディオライフ応援委員会。今週のゲストは先週に続きクロスリバー代表取締役 CEO の越川慎二さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週は越川さんが企業に提案する働き方改革について伺いました。そして自社メンバーも本当に多様な働き方をしていらっしゃるということで、全員が副業をされていて、しかもその副業というのがお医者様だったり僧侶だったり、そして働いているのも日本だけでなく海外だったりもするということで、本当にこう自由というか、今までではちょっと想像できないような働き方をされているんだなというのがすごく衝撃だったんですが、今週は越川さんの著書トップ 5% 社員の習慣をもとに話したいと思います。田村さん、岡野さんもご意見をお聞かせください。よろしくお願いします。お願いします。さあ、というわけで、もう重版19回、15万部を超えるベストセラーになったトップ 5% 社員の習慣ですが、まずはどんな内容の本かを教えてください。はい、クライアント企業の皆様にですね、ご協力いただきまして、はい、各社の人事評価トップ 5% の人のリストをこっそりもらってます。はい、その方々の行動とそうじゃない方の行動をそれぞれ、例えば GPS つけたりとかですね、うん、IC レコーダーで記録などをして、違いが何があるかというのがまず一つ目の目的です。そして 5% 社員 の共通するですね、習慣を、残りの 95% の方にですね、試してもらったら再現するかというのが実は重要な行動実験でして、まあ、行動、がですね、再現できたものを、書籍に、収めさせていただいています。これが本当に面白いというか、うん、まあ、なんか想像がつくようなメモの取り方みたいなことだけじゃなくって、もう歩くスピードとか、なんかそういったもうそんなところまで注目してるんだっていうようなところもいろいろとあったんですけれども、実際にこう成果を出す社員の習慣がどんなものだったのかというのを、まずはトップ 5% 社員の5原則ということで教えていただいてもいいでしょうか。はい、書籍に書かせていただいた5原則はですね、先にすべて言ってしまうと、目的のことだけを考える1つ目、2つ目が弱みを見せる、3つ目が挑戦を実験だと捉える、4番が意識改革はしない、5番は常にギャップから考えると。これがですね、もう5人の工務店から8万人のメーカーまでですね、成果を出し続ける人にはこの行動習慣が共通してたということなんです。ちなみに田村さんと岡野さんが感じているこの他でもいいんですけれども、優秀な社員の共通点みたいなものってありますか？そうですね、どうなんでしょう、まあ、うちの会社で言えば結構即時処理をする人間はなんか仕事を後に回さないというか、Y 以上にその成果を上げる人が多いかなというふうには思いますけどね。岡野さんはいかがですか？なんですかね、うちの会社でいうのは率先垂範であったりだとか、そういったところですかね。ただどうしても今そのトップ 5% の本のあれに引っ張られちゃってるんでそっちのワードが出そうになってしまってますけど
ですね。なるほど。さでこのトップ 5% 社員の5原則ということなんですけれども、ちょっとこの今先におっしゃっていただいたんですけど、具体的に教えていただくことっていいですか？はい、まあ、全体を通してですね、要は何かっていうのを端的にご説明すると、はい、昔のようにですね、成果の出し方が画一的ではなくなってきたので、自分で探さなきゃいけないと、言われたことだけやるんじゃなくて自分で考えて動くっていうのがまず基本です。はい、一人で成果が残しづらくなってきました。これだけ複雑な変化の中でチーム戦を挑むんですね、 5% 社員は。そのために巻き込むと、周りを巻き込むために例えば弱みを見せて相手にもこう入って懐に入ってきてもらうとかですね、あとは失敗の先に成功があるので、失敗と言わずにですね、学びと呼ぶと、挑戦じゃなくて実験、成功を目指しちゃうから一歩目が遅れてしまうので、挑戦じゃなくて実験だというふうに捉えていることで、意識はやっぱり10年20年経っても変わらないともう彼らも分かってますので、先に行動を変えたら意識が変わると、やってみたら意外と良かったという言葉が出た時が一番意識改革だと言ってましたので、まあ、これをですね、成果を出し続けるという目的に向けて、自分が何すべきかで、今どういう状態でどういうギャップがあるかというのを逆算しながら行動している人たちですね。まあ、この本を読んだ後に越川さんにお会いしたら、まさに越川さんご自身がこれを体現されているようなイメージを受けたんですけれども、越川さんご自身はこの統計を取った段階でご自身に当てはまるなって思うこととか、これを読んだから変えたことみたいなのってありますか？まず私は 5% じゃないなというふうに反省をしたことと、あとはまあ我々も行動実験をする会社ですので、ものすごく参考にさせていただいてます。例えばお客さんの前ではゆっくり歩くとかですね、うなずきを6センチ深くうなずくとかですね、というのは実際やってみて意外と良ければ続けるっていう意味ではすごく影響を受けていると思います。口角を2センチ上げてみるとかいろいろあるんですけれども、やっぱりこれだけ行動抑制している中でコミュニケーションを取るのすごく難しいじゃないですか。やっぱり会社の中では世の中見えないから情報共有しようって言って会議が増えたり資料が増えたりっていうのは実情なんですね。ただ調査してて分かったのは、情報共有の前にですね、感情共有っていうのがすごく必要で、相手が怒ってるとかですね、理解してるっていうことが分からないと無駄なことをしてしまうんですね。ですので 5% 社員は口角を上げて、怒ってないよっていうことを見せたりとか、マスクをしてるときはですね、うなずきが深いんですね。これ怒ってないということです。こういったことを上司が示すと部下が過剰な気遣いをしなくなりますので、会議時間が 8% 減ったり、資料作成が 18% 減ったりということが各社で起きているということです。なんか威圧感を与えないようにしようとか、なんかなるべく優しく寄り添ってあげようって意識の方に意識してしまっても、なかなか変えられなくても、6センチ深くとか、そういうなんか具体的な数字と行動の方法が書いてあるので、なんか行動から寄せていくことができるというか、なんかこう理想の自分に行動から近づいていくことができるというのがすごく素敵だなというふうに感じました。パワードバイタムラビルズ、パワードバイタムラビルズ、マスタエリナ、LFB レディオ、ライフ応援委員会。歩くスピードも違うんだなって思ったりとか、トップの人ほど忙しそうに歩いてるのかなと思っていたら、トップの方の方がゆっくり歩いているとか、そういったこともすごくびっくりしたんですけれども、ちなみに田村社長は歩くのは早いです早いです。めちゃくちゃ早いです。めちゃくちゃ早いです。めちゃくちゃ早いです。そうなんですね。ダメじゃん。これなんで歩くのゆっくりな方がいいっていうのをちょっとぜひ。ですね、まあ、経営陣も管理職の方も労働時間実は増えてるんですよ。だから忙しいんです、コロナの前より。でもやっぱりこう管理職や上司の方が忙しいと、今ちょっといいですかって相談ができないんですよね。相談ができないってことは過剰な気遣いで無駄な資料とか無駄な会議しちゃうんですね。なので今ちょっといいですかと言われるように暇な演技をするんですよ。でオフィスでゆっくり歩いてコーヒーとか飲みながら、本当は忙しいんですよ。忙しいふりを見せずに今ちょっといいですかをおびき寄せてるっていう感じですね。いかがですか？なるほど。いやできますね。やりますね。やります。はい、頑張ります。なんかみんなびっくりするかもしれない。あれ、いやゆっくり、あれ具合悪いのかな、具合悪いのかな。まあ、ただ今ちょっといいですかと言われた方が上司も嬉しい側面があってですね、例えば私も謝罪訪問500件ありましたけども、トラブルっていうのは火柱が上がってる時にも煙の時に相談してもらった方が早く解決できるんですね。無駄な資料を作るよりもこれ必要ですかねって言われた方が実は両方にとってメリットがありますので、実はうまくいってる組織はですね、今ちょっといいですかっていう発言、うまくいってない組織の 4.5 倍使ってるんですね。
なので今ちょっといいですかと言い合える関係性を作るっていうのが一つゴールになってくるかなと思います。なんかこれは家庭でも使えそうというか。なるほど。お母さんがちょっと今ちょっといいってちょっとしたことでも相談して、ね、できるようなちょっと心の余裕持ってる風に見せるっていうのは大事かもしれないですね。そうですね。企業だけでなく、はい、私もやってみよう。あと岡野さん、はい、今日はタメラビルズの社員の方たちからもすごくいっぱい質問が届いてるっていうことなんですけれども、この前の収録の中ででしたかね、はい、ちょっとうちの社員もいろいろ本を読ませていただいてて、はい、ぜひこれを聞いてほしいっていうのがあって、すごいあるんですけど時間があるんで、その中でもちょっとエピソード的なところで、そのアメリカに行った時のお話があったと思うんですよね、はい、そのこれはペンですっていうことを思ったら I am a pen って言ってしまって、はい、それからあだ名がペンになった。あ、はい、そうですね、はい、英語喋れなかった時です。でもそう言ってでもそれでアメリカに行かれて、結局そのマイクロソフトの執行役員までなられて、その一番最初のその動機のところは読ませていただいたんですけど、それからの実行に移されたというか、行動に移されるまでの間にどういう思いがあったかっていうのをすごい気にしてる社員がいまして、はい、お伺いしてもいいですか。そうですね、まあ、そこはちょっとラッキーな部分もあったと思いまして、僕は実は二卵性双生児でですね、双子で生まれたんですけども、うん、生まれた直後にお兄さん亡くなってしまってですね、僕すごく体が弱い状態で生まれたんですね。だから体も弱くて、で頭も悪くてですね、大学受験3回失敗してるぐらい頭が悪かったんですよ。でそれが僕ラッキーだと思っていて、頭が軽いので行動が早いんですよ。フットワークが軽い。英語は僕はその学校英語では絶対通用しないと信じてたので、はい、現地で学んじゃった方がいいと思って英語が喋るふりをしてですね、はい、向こうで、まあ、マイクロソフトの前に一つ会社立ち上げ、現地で立ち上げた時に英語が喋れるふりをして、したら向こうもですね、英語が喋なかなか喋れないインド人だったんですね。で結構それで採用してもらってうまくいったんですけど、実はその会社がですね、今 Zoom っていうサービスの元になってる会社を立ち上げて、その英語を喋れなかったインド人が実は Zoom の今の社長なんですけど、まあ、彼もその英語が喋れないのに現地に行ったと。やっぱり語学力で評価されるんじゃなくて仕事は成果で評価されるということを現地で知りましたので、まあ、そういった意味ではツールとしての英語という軽い気持ちで行ったのが結果的には、ラッキーなことを引き寄せたんじゃないかなと思います。これも 5% 社員のように目的から逆算するっていう意味では、僕は英語が喋れることが目的ではなくてビジネスを成功させることが目的でしたので、まあ、そのためには何が必要かっていう、英語力は必要ないなと感じたのでそこにはあまり力を入れなかったっていうことですね。でもアイアマペンと、アイアマペンとペン貸してくれって言われたのでアイアマペンって渡したらですね、もう2年間ペンって言われたんですね。いい勉強になりました。まあ 5% 社員の方だけではなくて優秀な経営者の方にもたくさんお会いすると、うん、彼らは失敗って思ってないですよね、うん、おそらくエジソンも99回失敗したと思ってなくて、学びが99回あって100回目に成功したと思ってると、うんうんうん、失敗失敗の先に成功があるって考えると、なんか世の中いろんな学びがあるなっていうポジティブになれる気がして、かなり 5% 社員や優秀なリーダーから影響を受けてると思います。どうですか田村社長は、失敗っていうことに関して、まあ、部下の方たちが失敗するっていうことも多いとは思うんですけれども、はい、そういう時とかに、でも失敗を次につなげるというのはすごく、意識はしてますかね。なんか次につなげてこそというそのクレームとかもですね、はい、それは意識してます。岡野さん他にもありますか。勝手に自分の中の決意表明みたいなところなんですけど、はい、その会議の場とかで発言をする人のトップ 5% の人は 95% の人に比べて 22% 発言量が多い、うん、ただし発言の時間ですかねは 24% 短い、うん、これ自分自身ができてないところなので、ちょっと意識してやっていきたいなっていう、すいません、決意表明です。いいですね。でも実際にそういうデータが出てるっていうことなんですよね。そうですね、彼らはプレップ法というのを本能的にやってまして、うん、ポイント結論、理由リーズン、エグザンプル事例で最後に結論を持ってくる。結論先持ってくると相手聞いてくれますので、そうするとおのずと喋、りが短くなるということですね。パワードバイタムラビルズ、マスタエリナ、LFB レディオ、ライフ応援委員会。ぜひリスナーの方に一つだけテクニックで今日皆さんにお伝えしたんですけど、はい、資料作成術です、
必要ない資料を作りがちなんですね。日本で作られる資料の 24% のページが必要のない資料、必要だろうと思って部下が作ってしまっている資料、これ忖度ページって言うんですけど、なんと忖度ページの8割が上司めくってもいないんですね。これを打開するためには進捗 20% で上司にこんな感じで作ってるんですがイメージ合ってますかって1分聞いてもらうんですよ。でこれを17万人にやってもらったらですね、なんと差し戻しっていう行為が 74% 減ったと。どうも残業の 45% の理由が差し戻しが起因になってたということで、進捗 20% でイメージ合ってますかって上司に聞くだけで残業がなくなるっていうメカニズムが出てきましたので、ぜひリスナーの方はトライしていただきたいなと思います。いかがですか田村社長。いや差し戻しですよねだから途中で相談があればということだけども、その相談をされやすいように上司もちょっと暇なふりをしたりゆっくり歩いたりしなきゃいけないということですね。まあ、1分だけちらっと見て、あそれ必要ないよって言ってあげることとかですね、うん、あとはその必要ない資料を部下が作るっていうのは残業につながって上司としても嬉しくはないと思いますので、うん、まあ必要ないよって言ってあげる時間を取ってあげることは両者にとってはメリットがあるかなと思います。あとそうすると、僕らもまだオフィスがあるんですけども、もちろん、オフィスのあり方みたいなものもどうなんでしょう、この働き方が変わってくるとオフィスのそのあり方、またはその具体的に言えばレイアウトとかそういったものもどんどん変わってきますよね、うん、おっしゃる通りですね。オフィス重要です、うん、人と会うことが今ものすごくプレミアムな経験になって重要なので、職場で一堂に会して仕事することはすごく重要です。今までは仕事をすることが共同作業することが目的だったんですけど、今はですね共感共創の場ですね、感情共有できる場、もうくだらない雑談ができる場、そして共に作っていく競争の場としてオフィスを捉えてくると、まあ、長い机にみんなで習う仕事をするんではなくて、例えば円卓になってこう人それぞれ座る場所が違うとかですね、他部門と一緒に連携するっていうことが、まあ、今後のオフィスには求められるかなと思います。ちなみに今田村ビルズのオフィスというのはどういう感じなんですか。いやもう典型的にこの、机が縦横にこう並んでてっていう感じなんで、いやそれを今ちょっと変えようということで、ちょうど、まあね、岡なんかがやってたりするんですけど、うん、今ちょうどレイアウトをね考えたり、はい、ちょっと一から考えます例えば一つの正解としてオフィスで、その隣の人から今ちょっといいですかって言える状態は共感競争ができてるっていう証拠なので、あ、まあ、それを引き出すにはどういうレイアウトとかカラーとかで、座席順がいいのかっていうのを考えていただくといいかなと思います。ちょっといいですかレイアウト、考えています。じゃあ社長室なんていらない、ね、まあ経営機密を扱うこともありますので、まあその機密を守るとしての機能は必要ですけど、まあ社長に話しかけたい社員もたくさんいますので、そういった意味では共感競争を促すためにはたまにこうフロアに出てきていただいて、わざと暇なふりしてゆっくり歩いていただくとよろしいかなと思います一生懸命ゆっくり歩かなきゃそうですね、もう無意識で早く歩いちゃうんだ徐々にゆっくりにしないとね、でも社員の皆さん心配してしまうかもしれないですね。あれ今日具合悪いから喋りかけのやめとくまあでもこういう笑いが起きればまたいいんじゃないですか。やっぱりこれはあってならではの対面ならではのいい空気作りかなと思いますね。でも行動を変えたら意識が変わるってのはすごく分かります。はい、行動が先ということですね。そうですね、うん、まあ、意識改革を取り組んでいる企業が 40% あるんですけど、意識なんて変わんないんですね。10年20年経っても行動を変えたら意識が変わるってことを気づけば、行動実験を続けていくっていう、ただそれだけですね。これコロナ終わってもぜひ行動実験を続けていただきたいなと思います。6センチうなずく、さっきからずっと意識はしてるんですけど笑顔ですよね、はい、ちょっと数字忘れちゃいましたけど、笑顔のそのいる女性の方が何十何パーセントで、男性は明らかに少なかったんですよね。だから意識的に笑顔にしないといけないなっていう。そうですね、まあ、某不動産会社とですね、大手新聞社で40代以上のおじさんは口角2センチ上げようキャンペーンって2ヶ月やったんですけど、なんと社内会議 8% 減りましたので、まあ、いかに周りが気を使ってるかっていうことですね。今朝で朝礼でね、笑顔を作るなんていうんですかね、社名を取って顔の写メ撮って、ね、うん、笑顔認識をしてくれてアプリが、はい、いいですね、でちょっとポイントが入るという、はいはい、みんなこうやってこうやってそのアプリを、はい、インカメで、
それでも正解です。成功している企業は朝やること3つあってですね、笑顔と挨拶と、あとは、褒めることですね。ありがとうということ、この3つを朝言ってるチームっていうのはやっぱり成果が出やすいってことが分かってます。笑顔と挨拶、ありがとう、ありがとうと褒めるですね。ありがとうも具体的に言っていただくとですね、まあ、職場とかご家庭内でも何に対してありがとうなのかとか、例えばそのパンピースは素敵だねとか言っちゃうと、わってつくと、あれ昨日のはダメだったのかって思われちゃうので、 5% 社員はですね、褒め方素敵だね、そのワンピースを選ぶセンスって褒めるんですよ。ほう、はい、ワンピース褒めちゃうと自分が褒められてないと、ワンピースを選んだセンスを選んでると、素敵だねって言葉を先に持っていくと相手が喜ぶっていうのは、ぜひちょっとご家庭でも実践していただきたいなと。それはすぐできますね。子育ての本でもなんかそういうの読んだことあります。なんか選んだものを褒めるんじゃなくて、選んだことを褒めてあげてみたいな。そうですね、まあ、結果よりもプロセス、外見よりも内面を褒めた方が相手はモチベーションが高まりますね。なるほど、素敵だね、素敵だね。褒めるのも難しいですね。そう思うと褒めたつもりがなんかこう気に障るようなことになってしまったりもしますもんね。おっしゃる通りなんです。特にそのパワハラ法っていうのが2年前に施行されてですね、上司が言葉選びすごく、疲弊してるんですね。だから褒めるのも、先ほどのワンピースの例もそうですし、なので内面とか努力を褒めるっていう、例えばダイエットしたのは痩せたねと、これセクハラって言われちゃうんですね。じゃなくて、ダイエットを続けられる、努力する能力素敵だねっていう風に言うと、やっぱり相手の捉え方が違いますので、まあ、ちょっとした、言い方を変えるだけでですね、ハッピーになりますので、ぜひリスナーの方もトライしていただければなと思います。家庭でも使えますね、なんか魔法の言葉みたいなの、万能ななんかないですか。、はい、あ、もうそのトップ 5% の方がみんな口癖にしているものとか何かね、はい、まあ、ありがとうに関するんですけど、ぜひ承認サンドイッチをやっていただきたいですね。相手が反対の意見を言った時とか、あとは、まあ、わがままな上司がずっと同じことを喋ってる時に、まずありがとうと言って止めるんですね。ありがとうございます、でも残り5分で3つ決めなきゃいけないので、ちょっと次に進めさせてください、で最後にもう一回ありがとうございますって言うんですよ。でそうするとありがとうございますって相手は気分よくして巻き込まれますし、で要件を伝えると入ってきますし、で最後ありがとうって言うと、もう協力した前提になるので、この承認サンドイッチっていうのは営業でも会議でも、社内でもものすごく効果的です。その承認サンドイッチのワードは、パンの部分はありがとうなんですか、必ず。まあ、そうですね、まあ、ありがとうとか、まあ、本当は具体的なに何がありがとう、違うこと、意見を出してくれてありがとうとか具体的にした方がいいですけども、まあ、問題はその真ん中の具をですね、いかにこうコンパクトに要件を伝えるかっていうのがポイントで、どうしても最後のパンを忘れがちなんですね。なので最後は必ずありがとうで締めていただくと、相手を巻き込める確率が高くなっていきます。あ、でもそれ以上何も言えなくなる感じにはなりますね。そうですね、怒り続けられなくなりますね。そうですね、なんだか、はい、これはトップ 5% 社員の方で、そうですね、それともマイクロソフト 5% 社員です。、はい、まあ、5% 社員の実験はもうずっと続けてまして、まあ、承認サンドイッチはこの書籍を出した後に出てきて、この後の 5% リーダーの本にちょっと入れさせていただいたんですけど、はい、結構相手を巻き込むためにどうやってるかということを行動実験、 5% 社員もリーダーも積み重ねてる形です。アワードバイタムラビルズ、マスタエリナ、LFB レディオ、ライフ応援委員会。最後に、はい、この番組はリスナーの皆様の素敵なライフを応援するをテーマにお送りしていますが、越川さんからリスナーを応援するとしたらどんな言葉をかけますか。はい、様々な変化でですね、不安を感じている方が多いんじゃないかなと思います。私はですね、この 5% 社員の調査を通じてですね、分かったこと、不安はチャンスだっていうことですね。理由は2つありまして、過去じゃなくて現在から未来に向けてる様子ですね、未来に対して不安だっていう、未来へ向けてる様子っていうことで一つ目です。二つ目はですね、新たなことをチャレンジしていかなきゃいけないので、うん、やったことないことの前はですね、みんな不安なんですね。不安をですね、不安で終わらせずに、不安のまま、少しずつ行動実験を進めていただきたいなと思います。ありがとうございました。それではここで一曲お聴きください。越川さん、リクエスト曲は何にしますか。はい、奥田民生さんのイージューライダーです。はい、これは何ででしょうか。はい、趣味でオートバイ乗って全国ツーリング行ってるんですけども、うん、広島からですね、山口の来島、はいはい、大橋、まあ、結構ツーリングで有名な場所なんですが、うん、そこにオートバイで向かうときにですね、かけていたのがイージューライダー、広島出身の奥田民生さんの曲です。
じゃあちょっとその時のことを思い出したりとかするんですね。そうですね、あのデジタルを触ってない、スマホを触ってない時間ってすごく貴重ですので、まあ、その時に風を切りながらリフレッシュするということで、うん、まあ、私の生産性を高める一つの趣味になっています。では改めて曲紹介お願いします。奥田民生さんで移住ライダー。最後に越川さんからお知らせがありましたらよろしくお願いします。はい、このトップ 5% 社員の習慣、行動実験進めておりまして、近々続編も出版予定でございます、うん、4月末を予定してますので、ぜひお楽しみにしていただければと思います。なんかトップになるにはやっぱり理由があるんだなっていうのが本当によく伝わってきて、本当に今日もお話すごく楽しかったです。ありがとうございました。また番組からのお知らせです。岡野さんお願いします。はい、グループ会社のですね、株式会社 LFB 賃貸からのお知らせです。引っ越しシーズン真っ只中ということで、新築アパートはもちろん、おしゃれなリノベーション済み物件まで多種多様のお部屋をご準備しています。ホームページには公開していない物件もありますので、この機会にぜひお問い合わせください。詳細は LFB 賃貸で検索をお願いいたします。ありがとうございました。さあ、というわけであっという間にお別れの時間ですが、田村さん今日は、いや、もうお腹いっぱい、本当に学びが多かったです。ありがとうございます、はい。明日からの田村さんはどうなるんでしょうかね。ゆっくり歩きます楽しみにしています。岡野さんはいかがでしたか。いや、もう本当勉強になります。ありがとうございます。ぜひこの放送いろんな人に聞いていただいてですね、あの 5% 社員のような方がたくさん増えれば、まず僕がそういう風になれるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。本当にこうお仕事されてない方でも日常生活でも使えそうなものがあるんだなということで、つながっていくと思います。私も家庭でも実践していきたいと思います。さあ、というわけで今回のゲストは株式会社クロスリバー代表取締役 CEO の越川慎二さんでした。越川さん、ありがとうございました。ありがとうございました。またぜひ遊びに来てください。この時間のお相手は増田恵里奈と田村義行がお送りしました。岡野さんもありがとうございました。ありがとうございます。それでは来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。オールリビング、田村ビルズグループの提供でお送りしました。